に玉、左側に鍵を加えて、キツネさんがいます。で、ちなみにですね、この玉と鍵っていうのは、隅田川で花火を打ち上げるとき、玉や鍵やと言いますね。その玉や鍵やの親号の元になった、元になっているんですね。ですから、どっか、お稲荷さん行かれたときに、もちろん、加えてない、白虎もたくさんいるんですけども、加えていたら何を加えているか、観察されるといいかなと思います。それではですね、松本一大門としては本庁に移り住みまして、調理丸というですね、胃腸の疾患に薬局があるんですけど、販売をしています。現在ですね、ここに牢屋敷の模型が残されてまして、まずそれをご覧いただいてから、その牢屋敷とはどういうものか、お話をしたいと思います。左の方はですね、大きな、ここは辞世の句が彫り込まれてます。松陰はですね、収監された時に龍魂録という遺書を書いてるんですけど、これは獄中で松下村塾の門弟のために表した遺書です。で、これはですね、松下村塾の門下生の間で回し読みされまして、志士たちの行動力の源泉になったというふうにも言われています。その冒頭に、あったのがこの辞世の句なんですけども、ここにはですね、三輪たとえ武蔵の延べに口にとも、とどめおかまし大和魂と刻まれています。で、ここは21回申しというふうに書いてありますけど、吉田という字をですね、バラバラに分解しますと21になるんですね。それで申しというのは、これ本名は吉田虎次郎と言いますので、まあ虎は武田家氏ということで、申しというふうに、これ多分自分でつけたペンネームだと思いますけれども、ふうに表示されています。吉田松陰より、それから橋本早苗、最近瀬古丼でも橋本早苗出てきてますね。例の風間俊介というジャニーズの俳優がですね橋本早苗の役をやってますけれども、ここで斬首された後、吉田松陰はですね、コツカッパーに埋葬されます。で、埋葬されたものをすぐにはですね、改装できないんですね。で、しばらく時を置かないと幕府が改装を認めなかったんですけども、で、後にですね、
改装されまして、現在世田谷の松陰神社の方に、改装されてますね。あちらの方に吉田松陰と大道三郎の墓がこう2つ、本当は普通の墓標ですけども、それがあり残ってます。旧甲州街道、幕露町という場所なんですが、名前の由来はですね、家康が関ヶ原出陣の際に、その幕露の高木なんで八毛森かということをまず申し上げますと、この先にですね、そこに中学校なんですが、その先に矢野倉というですね、米粉と近い場所に、あるんだろうと思うんですが、明治座です。その金座御用の人が役人といいますか、そういう任せられた人が住んでいた場所ですので、
で、ようやく去年ですかね、感染して戻ってきたですから、東京の由来の石です。ここに近くです、渋沢栄一ですね、この人はですね、天保11年2月13日にですね、武蔵の国半沢郡千谷内島村というところで生まれてまして、渋沢栄一を